はい、皆さん、こんにちは。お待たせいたしました。それではですね、天王寺動物園からのオンラインイベントとしまして、専門学校生の成果報告というものを今からしていきたいと思います。皆さん、このお昼時にお集まりいただいてありがとうございます。ですね、天王寺動物園ではですね、この大阪エコー動物海洋専門学校とは協力してですね、もう3年くらい、この動物たちの暮らしが良くなるような取り組みっていうのを進めています。で、一昨年はですね、フタコブラクダの、取り組みをしまして、で、来園者の皆さんにもですね、その報告をする機会っていうのを作ったんですが、昨年はこのコロナ禍でですね、できなかったんですね。実は昨年はマレーグマと中国オオカミで取り組みをしたんですが、ちょっとその成果報告ができずに終わってしまったという、ちょっと残念な年でした。で、せっかくなので、今年もなんかしたいけど、ちょっとね、まだまだコロナが猛威を振るっているというところで、オンラインで皆さんにこの成果報告をしていきたいなというふうに、今回は企画させていただきました。今回3台、金華獣と、ショウガラゴと、ミミナガヤギ、この3種類で進めていきたいと思います。で、もう結構ね、続々と YouTube のコメントもいただいているんですけど、なんか聞こえにくいとかね、そういうのがあったら、チャットに書き込んでいただいて、チャットかける方は、あとね、学生にこんな質問したいなとか、あとはもう応援メッセージとか、へーとか、そんなんでもいいので、ぜひコメントにどんどんとチャット入れていただければいいなと思います。時間があれば、質疑の時間なんかも取りたいなと思っております。はい、ということでね、もう私の話はそんなにいらないと思いますので、皆さん早速ね、お話を聞いていただきたいなと思います。まずはね、金華獣からお話をしていきたいと思いますので、それでは金華獣班の皆さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。大阪エコ動物海洋専門学校の金華獣班です。今回、私たちが取り組んだ環境エンリッチメントについて発表させていただきたいと思います。突然ですが、皆さん、こちらの動物はご存知でしょうか？こちらの動物は、金華獣という名前です。最近、山林で発見されたというニュースがあったので、名前は聞いたことがあるぞという方もいらっしゃると思います。今回は、私たち天王寺動物園様と産官学共同プロジェクトとして、この金華獣の環境エンリッチメントをさせていただきました。その内容について発表させていただきたいと思います。さて、ここでいきなりですがクイズです。まず初めに、金華獣は何の仲間でしょうか？ A、猿、B、猫、C、アライグマ、D、イタチ。少しお時間を取りますので、どうぞお考えください。金華獣、先ほど写真にもありました通り、猿のような、猫のような、いろんな動物に似たような見た目をしています。それもヒントにぜひ考えてみてください。考えましたでしょうか？こちら、正解は C のアライグマとなっています。金華獣は猿や猫のような見た目をしていますが、アライグマの仲間です。さて、次の問題です。金華獣はどこに生息しているでしょうか？ A、日本、B、アメリカ、C、イギリス、D、ブラジル。さて、どこでしょうか？考えてみてください。こちら、先ほどもニュースでありました通り、日本で発見されたことがある。あります。さて、考えましたでしょうか？答えは D のブラジルになります。もともと金華獣は熱帯に生息している動物なので、日本で発見された際、ニュースになったというわけです。さて、次は最後の問題です。金華獣は何を食べて生活しているでしょう？ A、肉、
B、果実。C、花の蜜。D、卵。先ほどの写真では金果汁の口の中までは見れなかったので、ちょっとヒントにはならないかもしれないですが、考えてみてください。こちら、正解は全部です。金果汁は雑食性の動物で、普段は果実や花の蜜、昆虫などを食べて生活しています。さて、クイズばかりも何なので、ここからは金果汁について詳しく話をさせていただきたいと思います。分類は哺乳綱、食肉目、アライグマ科、金果汁属。分布は中央アメリカや南アメリカです。生息環境は熱帯雨林などの樹上性です。食性は雑食性で、果実や蜂蜜、昆虫などを食べて生活しています。今回私たちは環境エンリッチメントに取り組みさせていただきましたが、環境エンリッチメントについてよくわからないという方もいらっしゃると思いますので説明させていただきます。環境エンリッチメントやは動物の福祉や健康の向上のために環境に手を加えることとなっております。ここで今回私たちに協力していただいた金果汁の紹介をさせていただきたいと思います。こちら左の個体がメスのアスリ、右の個体がオスのコロンとなっております。私たちは毎週土曜日の11時から12時の間の1時間観察させていただきました。観察方法は10秒ごとの瞬間サンプリングを用いました。まず、はじめに、道具を導入せず、普段の行動を知るために、事前観察を行いました。その後、金果汁の長い舌と、花の蜜を舐め取ることに注目し、穴の開いたボウルに、水で薄めた蜂蜜を入れ、凍らせたものを投入しました。その結果、2頭ともボウルに反応し、ボウルを舐めるなど、の行動は増えましたが、少し短いと感じたため、その理由が穴から溶けた蜂蜜が漏れていることだと考え、穴開きボールを改良し、穴の数を減らして観察を行いました。こちらがその事前観察第1弾、第2弾の結果となります。横のグラフが日付。縦のグラフが行動の種類の数となっております。事前観察では5つ前後となっておりますが、第1弾、第2弾の投入後は8個前後となっております。第1弾と第2弾に差はありませんが、先ほども話した通り、穴を塞ぐことで行動の時間を延ばしているため成功と考えられます。今後についてです。私たちは今回、金果汁の食性を利用し、道具を投入しましたが、今後は生態などを利用し、いろんなものを導入していきたいと考えています。また、今回得た知識を活かし、今後の活動に活かしていきたいとも考えております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。パチパチパチですね。はい。まあ、こんな感じです、皆さん。ちなみにですね、画面共有終了してもらった方がいいかな。はい、上の方。ちなみに、これ、チームでやってもらってるんで、まあ、発表者ね、今回1人、まあ、この画面上、やむを得ず1人って感じなんですけど、チームでやってますんで、4人とか5人とかのチーム組んで皆さんやっております。はい。まあ、YouTube のコメントを見てると、クイズ超盛り上がってますね。ありがとうございます。いや、なんかいい感じで、はい、クイズができてからだったかなと思います。
ちょっと補足で説明してもらおうかなと思うのが1点、事前の観察と第1弾第2弾 の、 ボールを入れた時で、だいたい平均して2種類とか3種類ぐらい行動の数が増えたかなと思うんですけど、はい、どんなものが増えたんですかね。はい、増えた行動としてはボールの中身を舐める行動とそのボール自体を転がしたりする行動が増えました。なるほど。それが割とずっと継続して第1弾第2弾も飽きることなく舐めてくれてたっていうようなそんな感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、皆さん大丈夫ですかね。質問とかあれば今のうちにしておいてくださいね。はい、よろしいですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。ではこのまま生姜ご飯に行こうかなと思います。はい、では金華重飯どうもありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございました。では続いてはですね、生姜子のほあなんか出てきた生姜子のお話をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんにちは。これから生姜子の環境エリチメントの研究発表を行います。皆さんは生姜子という動物を知っていますか？はい、私わかります。生姜子はアフリカにいる猿の仲間ですよね。そうです。カワウリのガラゴという絵本にも出てくる動物です。20センチほどの小さな体と、その体と同じくらい長い尻尾を持つ動物なんです。天王寺動物園ではクーちゃんという名前の子がいます。クーちゃんは2016年5月生まれの現在5歳の男の子なんです。そうそう、見てください、このカチューシャ可愛くないですか。生姜子の耳頑張って作ったんですよね。ねー。で、研究発表に集中してくださいよ。そうでした、そうでした。なんで私たちは生姜子を選んだんでしたっけ？もう忘れちゃったんですか？私たちが生姜子を選んだ理由は、2020年11月に事前観察に行ったのを覚えてますか？確か同じ場所を飛び回ったり、それ以外の時間は同じ場所でじっとしていたりしていましたよね。そうです。展示場の限られたスペースしか使っていないという状態でしたよね。私たちはこれは生姜子の行動の選択肢が少ないからではないかと考えました。そこで展示場の限られた空間の中で可能な限り環境エンリッチメントを導入し、QOL の向上につなげた、つなげたいと思いました。 QOL とはクオリティオブライフの略で、生活の質っていう意味です。この研究の目的は主にこの2つです。1つ目は QOL の向上です。環境エンリッチメントを導入して生姜子の行動の選択肢を増やすことで QOL の向上につながると考えました。そして2つ目は注目度のアップです。生姜子の展示場は夜行性動物舎の隅にあり、車内は暗くてよく見えないので、あまり見えないと言って通り過ぎていく方が多いんです。事前観察を通して生姜子の魅力をたくさん見つけたので、お客様にもその魅力をもっと知っていただきたいと考えました。環境エンリッチメントの導入を行い、生姜子の行動を活発にすることで、お客様の目に留めてもらえる機会を増やしたいって考えたんですよね。こちらが生姜子の展示場です。この赤丸の中に寝床があるのがご覧いただけますか？生姜子はこの寝床の中にいることが多いです。また、展示場の中には木がいっぱいあるので、ジャンプなど立体的な移動をよく行う生姜子に適したものになっています。
夜行性動物種なので、普段の展示場は、この画像よりも暗くて見えにくくなっています。私たちはこの展示場を右の図のように、手前を1から6、奥側を丸1から丸6とし、それに加えて小画廊の寝床に7の番号を振り分けて、合計13の区間に分けることにしました。そして10秒ごとに行動と場所を記録しました。その観察方法を瞬間サンプリング法と言います。この観察を開園からの2時間、合計56日間行いました。私たちが行った環境エンリッチメントの1つ目は、フィーダーの導入です。導入目的は、木の穴に手を伸ばして虫を採食するという野生下で見られる行動を誘発することです。観察回数は3月24日から6月24日の3ヶ月の間に12回。小ガロゴがフィーダーに反応を示すかを確認するためには、中には何も入れずに観察しました。その後、小ガロゴがフィーダーを触ったり、上に乗ったりする反応が見られたため、6月25日から9月3日の約2ヶ月の間に15回、フィーダーにコオロギを入れて観察しました。フィーダーの上部にはコオロギを入れるための蓋をつけて、そこはコオロギの動きを制限して捕まえやすくするためにアクリル板にしているんです。設置区間は3と4の間です。次に2つ目の環境エンリッチメントとして、ダクトホースを展示場に設置しました。導入目的は、ダクトホースの中に入るなどの行動の選択肢を増やすことです。半透明のダクトホースに黒のビニールテープを貼り、小ガラゴが隠れられる部分と来園者の方が見ることのできる部分を作りました。観察回数は10月23日から11月20日の約1ヶ月の間に8回です。設置区間は4と ④ にかけてです。環境エンリッチメントを導入する前は、黒文字の歩く、飛ぶ、食べるなどの10種類の行動が見られました。導入した後では、フィーダーに反応を示す、ダクトホースに入るの大きく分けて2つの行動が見られました。フィーダーに対しては、上に乗る、揺らす、覗く、コオロギを取るなどの行動が見られました。2つの環境エンリッチメントの導入を行い、小ガラゴの起こした行動に関してこのような結果が得られました。幼虫のアルファベットは、それぞれの順に事前観察、フィーダーの導入、コオロギを入れたフィーダーの導入、フィーダーの撤去、ダクトホースの導入を指した期間を指します。B と C のフィーダーを示す青い部分をご覧ください。全体の行動のうち約 20-30% フィーダーに反応しているということが分かりますね。いいところに気づきましたね。じゃあ次は E のその他を示すグレーの部分を見てみてください。何か気づきませんか？A から D のその他と比べて大きく値が減っていますね。そうなんです。これは、ソワガラゴのダクトホースに対する反応が増えたからなんです。また、場所に関しては、このような結果が得られました。A から E の赤い部分をご覧ください。これらを見比べると、コオロギを投入してから、寝床である7の値が減っていることがわかりますね。そうなんです。つまり、コオロギの投入前後では寝床にいる時間が減って活動的になったということです。次に E の青い部分をご覧ください。 A から D の青い部分と比べて大きく値が増えていますね。このことからわかるのは、ダクトホースを設置している丸4にいることが増えたっていうことですよね。
よくできました。こうやってグラフにするとよくわかりますよね。以上のことから、フィーダーを導入したことで、寝床にこもる時間が減って活動的になり、ダクトホースの導入では、中にこもる時間が増えて、その他の行動の頻度が減ったという結果が得られました。フィーダーに関しては、活動的になったことで、QOL の向上につながり、それだけでなく、お客様への注目度アップにもつながったと考えました。でも、ダクトホースに関しては、行動が偏っているから、もしかしてマイナスなんじゃ。そうですよね。でも、ちょっと待ってください。寝床ではなく、ダクトホースを自ら選択しているという点では、導入前より行動の選択肢が増えたっていうふうにも考えられませんか？本当ですね。それが直接 QOL の向上につながったとは言えなくても、チョウガラゴにとって気に入ってもらえたっていうことはいい結果かもしれませんね。他にも分かったことがあるんです。ふーちゃんは新しいものが展示場に入ると強く興味を示していたんです。きっと好奇心旺盛なんでしょうね。私と一緒です。もう何やってるんですか？最後に、今回の研究での反省点です。一つ目は、瞬間サンプリング法ではなく、事象記録法の方が適していたと感じた点です。事象記録法って確か…はい、説明しますね。事象記録法とは、行動を起こすごとにその行動を記録していく方法です。今回行った瞬間サンプリング法だと、10秒の間にいくつかの行動を起こしていても10秒後の行動しか記録できません。しかし、事象記録法では行動をすべて記録できます。なるほど。展示場内を飛び回ることが多いショウガラゴには事象記録法の方が適しているかもしれませんね。途中からそのことには気づいたんですけど、一貫性を持たせるためにあえて瞬間サンプリング法を続けました。2つ目は、ショウガラゴがダクトホースの透明部分にいるとき、想定に反して様子が分からなかったことです。思ったより中が見えにくかったですよね。やっぱりそう思いました？ショウガラゴがどこにいるのか分かりやすくするために設置したのに、結果的に分かりにくくなってしまいました。また、今後の課題は、現状に満足して終わるのではなく、さらなる QOL の向上につなげていくことです。そのためにも、今回と同じか、それ以上に気に入ってもらえるものを導入し、行動の選択肢を増やしていきたいですね。以上のことを踏まえて、今後の環境エンリッチメントの参考になれば幸いです。最後に、今回の研究に協力していただいた天王寺動物園の皆様、研究の機会を与えてくださった学校の先生方に感謝の意を表します。これで発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ画面の共有一回切ってもらって、はい、ありがとうございます。いやー、出落ち感すごかったですね。はい、漫才形式みたいな感じでコメントしましたけど。はい。で、いくつか質問が来てるんで、せっかくなんでコメントから拾おうかなと思います。まず、やっぱ今回見てくれている方がですね、結構動物園とか好きな方が多いみたいですね。で、コメントの中でも、例えば他の動物園のショウガラゴは結構活発やけど、天王寺のは動いてへんのはなんでやろうみたいなのが、ちょこちょこと入ってるんですけど、なんか思い当たる節とかあったりします？なんで天王寺のは、まあ、事前観察の時ですね、あんまり動かんかったんやろなみたいな思ったりするところあったりすれば、分からへんわって言うなら分からへんわでいいですけど。はい、はい、どうぞ。寝床にいる時間が多かったんですよ。やっぱり暗いところを好むからなのか、落ち着くからなのか、
すごい気に入っているからなのかなっていうふうに思いました。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つ、結果のグラフで、まあ、食べるっていう行動がもともとあって、で、フィーダーを入れると、フィーダーの行動が出てきて、発現して、まあ、それが増えてたっていうようなグラフだったんですけど、結果としては、食べるっていう行動がそのままフィーダーを取る、フィーダーを触ったりとかするっていう行動にそのまま移ったんですかね、みたいなコメントがありました。要は食べる割合は一緒やけども、その割合の一部がフィーダーに行ったのか、まあ、もしくはもうフィーダー単体があるから、食べる時間とかは関係なくもうフィーダー楽しいねんって言ってフィーダーに行ったのか、どんな感じやろなっていうのがコメントに入ってます。あ、はい。はい、どうぞ。フィーダーの中にコオロギを入れずに導入した期間があったんですけど、その時にもフィーダーには反応してくれていたので、中に食べ物が入っていなくてもフィーダーには反応してくれていたんじゃないかなって考えます。なるほどね。はい、ありがとうございます。いや、それは実はね、私も思っていて、コオロギおらんのにあんなにフィーダー触んねやっていうのは結構ね、面白くてですね。まあ、あとはダクトホースの件もそうですね。だから、まあ、みんなが言ってくれた通り、おそらくあの子は新しいもん大好きなんだろうなっていう結果ですわ。まあ逆に言うと、今まであまりこう行動量が少なかったっていう結果は、まあおそらく新しいもんがあの子にとって少なかったんだろうなっていう結果ですね。で、まあ実はまあ金華獣とかも含めてなんですけど、夜行性の動物者ですね、この大阪エコの皆さんが研究してくれて、でそのままですね、夜行性のいろんな動物たちの例えば気を入れたりとかですね、フィーダーを入れたりとかですね、結構いろいろ入れ始めています。でショウガラゴもですね、割といろんなフィーダーを入れると結構今表に出てきてくれてます。走り回ってるの見れるんで、コメント欄でもね、天王寺のショウガラゴなかなか見られへん、出てこへんっていうコメントが入ったんですけど、まあ、最近はよう動いてますねっていうことですね。はい、そんなところかしてますっていうような回答しておきます。はい、 あと動物の種類の質問もあったんで、これもちょっと今のうちに答えておきますね。天王寺動物園今だいたいね180種類約1000点動物がおります。はい、はい、では続いていきましょうかね。どうしようかな。ちょっとここで、簡単にその行動の種類みたいなところをですね、今回金華獣飯とか、ヒョウ柄ご飯が調べてくれて、で、まあ、行動の選択肢広がったねっていう話をしてるんですけど、もうちょっとね、噛み砕いて話をするとですね、まあ、なんで行動の選択肢とか、行動の種類が増えると、動物にとってええねんっていう話だけちょっと軽くだけ補足をしようかなと思います。皆さんの生活に当てはめてみてもらったらいいかなと思うんですけど、例えばね、何もない4畳半の部屋に1週間ここで外に出ずに暮らせと言われた場合にですね、もう何にもない畳しかないところでこの部屋で1週間かって思った時に皆さんどういう行動を取りますかね。多分ね、寝るか、なんでしょう、寝るぐらい。あとは、まあ、ご飯は定期的に出てくるんだったらご飯食べるとか、多分そんぐらいなんですよね。で、例えば、その部屋にテレビがあり、で、本棚があって、漫画がずらっと並んでいて、で、インターネットできるパソコンがあって、で、まあ、なんやろな。まあ、そういったものがあったりするとですね、きっとその部屋で出る行動っていうのが種類が多様化してくるんですね。テレビを見るという行動が出たり、漫画を見るという行動が出たり、インターネットつながるんやったら仕事しようかっていう仕事をするみたいな行動が出てきたりするんですね。つまりですね、環境が多様になれば行動が多様になる。だから行動がどんだけ種類が増えてきた、まあもちろんいい行動なんですけどね、悪い行動ではなくていい行動が増えてきたっていうのは環境が
豊かになった方法になったっていう指標になるっていうことですね。まあ、そういったところでこうエンリッチメントとか入れてもらって、でじゃあそこがその動物にとっていい環境になったかっていうのを行動で調べているっていうのが今回の発表内容になります。はい、という補足です。はい、では生姜ご飯ありがとうございました。ありがとうございました。ではいよいよ3代目でございます。次はミミナガヤギ班ですね。あ、またなんか来た。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。大阪エコ動物海洋専門学校の山田と梅本と芦田です。配信見ていただいてありがとうございます。これからミミナガヤギの暮らしをより良くするために行った取り組みを紹介していきたいと思います。まず、成果報告を行う前に皆さんにお願いがあります。1つ目。今回ミミナガヤギに対して行った環境エンリッチメントについて知っていただきたいです。私たちの発表を聞いて他の取り組みについても興味を持っていただきたいです。2つ目、ミミナガヤギの可愛さについて知ってもらうことです。これからミミナガヤギの可愛いところをいっぱい紹介していきます。またこの発表がきっかけで会いに行ってくれたら嬉しいです。3つ目、文字もできれば見てほしいですが、私たちのミミナガヤギに対する愛がこもった写真をメインで見てください。そしてたくさん愛を感じてください。そもそも皆さん、ミミナガヤギってご存知ですか？私もこの取り組みをするまで知らなかったんですけど、次が、これがミミナガヤギです。名前の通り耳の長いヤギで長くねじれ立つのも特徴的です。そうですね、この長い耳を揺らして体温調節をしているんです。じゃあ耳長いを飼育しているのは全国で何か所あるんですか？飼育している動物園は天王寺動物園以外に伊豆シャボテン動物公園や愛媛県立戸部動物園など国内で約10か所です。先ほどお話しした耳長いですが、天王寺動物園には2頭飼育されています。名前が左側のみゆきと右側のメイになります。左の顔が白く角がよくねじれている方が13歳のみゆきです。右の顔が黒く角が外側にねじれている方が12歳のメイです。性格はみゆきが繊細でメイが好奇心旺盛です。高齢なのでみゆきは子宮筋腫、メイは気管支の不調を持っています。ここで少しみゆきとメイの可愛い動画を見てもらいます。みゆき、メイとも高齢の耳のヤギなんですね。メイは気管支の不調で志村けんさんかな、ファーファー音が聞こえていましたね。ところで高齢だからこそ気をつけた点はありますか？はい、それは次のスライドでお話しします。気をつけた点は飼育員の方と話し合った点と導入物を安全に配慮した点の2つです。飼育員の方との調整では、観察の開始前や新しいおもちゃを導入するときは飼育員の方に聞いてから行いました。安全対策としては、フィーダーの中にいる餌の量は体調を見て調節し、安全に登れるように階段の角度や段差の幅に気をつけ、階段を登り切った後の落下防止として柵をつけました。環境エンリッチメントの対象となるミミナガヤギは2頭とも高齢なので、体調面や体力面など様々なことに気をつけ取り組んできました。次は私たちが高齢のミミナガヤギに環境エンリッチメントを行った目的です。今回
耳長ヤギを選んだのは、みゆきとめいの2頭は高齢で、座っている時間が長く、行動の種類が少ないことから、生活の質の向上が必要だと思ったからです。次に目的は、高齢化による座る寝る時間が長くなっていることから、1つ目は座っている時間を減らす、2つ目は自分から動いてもらい、行動の種類を増やすことです。次にこちらが、耳長ヤギが生活している場所です。展示場の広さは画面中央にある図の通りです。もともとは餌箱や水飲み場、体をかく竹ぼうき、耳長ヤギ2頭が入れる小屋がありました。寒い日や風が強い日などは小屋に入り、寒さをしのいでいました。そして私たちが作成し導入したものは、竹のフィーダー、クッション、階段、吊るしたフィーダーです。調査期間は1月から10月の合計30日間行うことができました。コロナウイルスのため4月後半から6月の観察は中止していました。観察は授業の合間に行っていたため、時間はバラバラです。15秒ごとの瞬間サンプリングでデータを記録しました。瞬間サンプリングって何ですか？はい。瞬間サンプリングとは、1分ごと、5分ごとなどサンプル間隔を決めて、時間になったその瞬間に観察し、記録する方法です。観察時間以外にも、階段を慣れてもらうために常に投入してもらっていました。その成果か、みゆきが階段を登った先の屋根で寝ていることもありました。次は、環境エンリッチメントの取り組みとして導入してきたものを紹介します。まずはじめに作成し導入したフィーダーについてです。このフィーダーは野外活動センターの裏山の間だけをいただき、ドリルで穴を開けたものです。フィーダーの導入は動物たちが餌を食べるために餌を探す知恵を使う必要があり、野生の採食行動に似た行動をさせる効果があります。この導入物ははじめから竹での介入にしてしまい、うまくいきませんでした。どのようにしてフィーダーを改善したんですか？はい、そこで透明のフィーダーを作成し、中の餌を見えるようにしました。またフィーダーを転がすことによって中から餌が出てくることを教えました。結果は2頭とも頭や足をうまく使い、餌を出して食べていました。フィーダーを頑張るみゆきとめいの動画です。次に導入したものはクッションです。クッションは麻袋の中に天王寺動物園にいる羊の毛を入れたものです。動物園など飼育下で暮らす動物は刺激が少ないので、プレーメン反応を起こすことを目的に行いました。結果はみゆきは反応が少なく、メイは回数を重ねるごとに興味をなくし反応しなくなりました。ではなぜ反応しなくなったんですか？はい。耳長ヤギと羊は隣り合っており、慣れた匂いだったのかなと思います。特にみゆきはほぼ反応を示さなかったので、みゆきには合っていなかったのだと思います。こちらの写真は、うまく反応している時の写真になります。次に導入したものは階段です。階段は杉板に段差となる角材をつけ、ボルトで付け外しできるようにしたものです。また、雨に濡れても腐らないように防腐剤を塗りました。階段を上り、小屋の屋根に登るなど、運動量の増加を目的として導入しました。もともとの角度が約45度だったのですが、その角度では登ることができなかったことや、安全のため、角度を約30度に変更し、階段手前にステップも置き、より登りやすくしました。なぜ面は登れなかったんでしょうか？はい。最初にお話しした通り、メイは好奇心旺盛なんですが、高いところが苦手だったり、得意分野ではなかったことでしょうか。これは階段を上り下りていく様子です。みゆきが上る動画になります。頑張れ。よいしょ。うまく上りました。はい。そして最後に導入したものは、吊るすタイプのフィーダーです。プラスチックの容器にドリルで穴を開けました。これは竹のフィーダーだけではすぐに食べてしまうので、新しく難しいものを導入しました。まず地上で練習をし、十分に使えるようになったら、階段を上る際の誘導として使いました。
しかし階段を登れないメイはもう一つツルスフィーダーを用意し、そのまま地上で続けました。2頭ともツルスフィーダーをつくという行動が増加しました。竹のフィーダーより難易度を上げたことによってみゆきやメイは苦戦していましたか？はい、左上のようにすべて透明のまま吊るしてしまうと目の前に餌があると思ってしまうのか、そのまま食べようとハミハミしてしまうので、写真のようにテープを貼って吊るすとうまくいきました。白いテープにより2頭ともフィーダーを使うのはうまくなりましたが、メイは下に落ちた餌に気づかずみゆきに食べられてしまうこともありました。これはメイがツルスフィーダーから餌を出そうと頑張っている動画になります。頑張ってます。あれ。はい。次にこちらは観察された行動の種類です。導入物なしでは必要最低限の9種類の行動しかありませんでしたが、導入物ありだと導入物に対しての行動だけでなく走るなどの活発な運動が起きるようになり、新しく10種類の行動が増えました。最終的に行動は19種類になり、導入物によって行動が増加したことが分かりました。これは先ほどお話しした内容をグラフ化したもので、行動の種類の増加を示しています。この表によりみゆき、メイの2頭とも行動の種類が増加していることが分かります。これは止まっている行動を示したグラフです。環境エンリッチメントの取り組みにより回数を重ねるにつれ、みゆき、メイの2頭ともに座る、寝るという行動が減少したのが分かります。これは耳長ヤギではなく、無事にちょっと浮気している学生ですね。隣にちょっとみーちゃんがいるんですけど、ね、誰でしょうか。ちょっと今喋ったのが本人になります。では戻りまして、これまで行ってきた私たちの調査研究が児童向け教育所の事例として取り上げられました。動物園の大切な活動の一つである動物福祉を多くの子どもに知ってもらい、動物飼育の向上に貢献することができました。次はメイの可愛い動画です。一つ目は竹ぼうきで頭をかく動画です。二つ目は頭に蝶々が止まっている動画です。時間をご覧ください。最後は求めです。環境エンリッチメントによる導入物の介入にあり行動の種類が増えました。このことから高齢個体に合わせた環境エンリッチメントを適用すれば高齢動物でも生活の質の向上が可能であるということが分かりました。やっぱり環境エンリッチメントの取り組みは大変でしたか？はい、私たちは他の班に比べ4人という少ない人数で頑張ってきたので、また全員が同じクラスが同じため観察時間を作るのが大変でした。また私たちはフィーダーから階段という大掛かりなものまでほぼ学生で作成したので、それも大変でした。でもこの取り組みをしたことで試行錯誤し観察や導入物の作成ができて、よりメンバーと仲良くなれたと思います。このメンバーが仲間だったのでここまで続けてこれました。10ヶ月以上も私たちは10ヶ月以上も長い間このメンバーでできたので、貴重な体験がさまざまな方のおかげでできました。この研究が最後までできたのは天王寺動物園のスタッフの方々、学校の先生方、何より同じメンバー、そしてみゆきとメイのおかげです。さて、今回の配信で初めに お話ししたお願いを覚えていますか？この3つのお願いについて知っていただけたでしょうか？感じていただけたでしょうか？少しでも伝わっていれば嬉しいです。では最後に皆さんに
していただきたいことがあります。それは考えるです。私たちが行った環境エンリッチメントというものに興味を持っていただく、そして動物の暮らしを環境を考えていただく、また今日いっぱい耳長ヤギのかわいさを紹介しましたが、もっと動物のかわいさに目を向けていただく、私たちと動物の関わりについて考えていただく、皆さんの家で動物を飼われている方も多いと思います。家でもできることがたくさんあるので、少しでも今回の配信が皆さんの考えるきっかけになると、考えるきっかけと耳長ヤギの可愛さについて知っていただける機会になればすごく嬉しいです。そして耳長ヤギだけでなく魅力のある動物がたくさんいるので、また天王寺動物園に行ってみてください。やっぱりヤギがいると華やぎますね。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、なんかあれですね、もうほぼ愛の発表みたいな感じ。はい、あの皆さんからのコメントもですね、なんかやたらハートマークが多いなというコメントをいただいてます。はい、ひたすら愛愛愛な感じでしたね。はい、いい発表でした。ありがとうございます。はい、まあ割とですね、そう3台回していくと結構いい時間になってきたなっていう感じですね。ありがとうございました。じゃあですね、せっかくなんで、まあ残り10分、ちょっとね、あの皆さんの感想とか聞いていきたいなと思います。まあせっかく今はね、耳長ヤギ班がここにいるので、まあせっかくなんでね、全部の班に聞いてみたいなと思うんですけど、まあちょっとさっきのね報告とも被るかもしれないですが、各班今回このまあ、天王寺動物園でその動物たちの暮らしを良くしていきましょうというようなね、あの取り組みを皆さんしてもらったんですけど、まあこの何ヶ月、半年以上かけてですね、やってもらった中で、なんか学びになったこととかがあれば、ぜひ各班聞いてみたいなと思います。じゃあ、耳長ヤギ、小柄子、金華獣の順番でいきましょうか。学びになったことは、今回こういうことをさせていただいたこと、すべてが私たちの人生の学びになったなと思うのですが、一番学びになったというのは、そうですね、動物が好きで動物が可愛いっていうのだけでなく、動物が幸せになるためにはどういうことをするべきなのか、自分たちは飼育員として夢を目指す立場にあるので、そういう部分でどういうことをしていったらいいのかっていうことが大変多く学ぶことができました。はい、ありがとうございます。じゃあ小柄ご飯ありますか。あ、はい、はい、新しいものを導入すると、急に得体の知れないものが天井に入ってきたっていうことで、なんか近づいてくれないんじゃないかなと思ってたんですけど、なんか意外とその今回私たちが観察したクーちゃんはたくさん触ったりとかしてくれたので、本当に個体によるんだなと思って、そういうことがすごく学びになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ金華獣班どうぞ。はい、エンリッチメントさせてもらったこと自体が学びになったんですけど、その僕ら今回食べ物をメインでやってたので、その中で、あ、食べ物でやっててちょっと失敗したなって思ったの、食べ物でやっちゃうとその食べ物から行動がなかなか膨らまないので、そこから行動を増やすときにすごく技術がいるんだなっていうのを学ばさせていただきました。なるほどですね。まあ、皆さんいろんな学びを、ね、得ていただいて、まあ、私も何よりやなと思います。ちょっと最後に、じゃあ、まあ、この大阪エコーの専門学校ね、いろんな動物業界はじめですね、まあ、これから皆さん社会に旅立っていく立場だとは思うんですけど、まあ、これからのその社会人人生とかですね、まあ、もうちょっと先の人生とかですね、まあ、動物業界に入る方もそうじゃない方もいるかとは思うんですけど、その中で、まあ、今回の得た学びをどういうふうに生かしていきたいかみたいなところを最後
それぞれのチームコメントいただきたいなと思います。じゃあ最後は次は逆回しでいきましょうか。金華獣小柄語耳長ヤギでいきましょうか。はい、今回得た経験を生かして担当動物と関わる際とか、あと私生活とか動物の福祉を考えていけたらなと思う考えています。で、その今回僕らうまくいかなかったんですけど、そのうまくいかなかった理由を考えてまた挑戦していきたいと思います。はい、ありがとうございます。金華獣ね、別にうまくいってないとは思ってなくてですね、まあ、確かにね、ショウガラゴとミミナガヤギの班がですね、割と顕著に結果が出たっていうところがあるんですけど、結局ね、金華獣も 2,3 種類行動のレパートリーが増えてるんでね、あれはね、成功と思ってもらっていいかなとは思ってます。はい、ではショウガラゴ班どうぞ。はい、先ほどもなんか申し上げたように、クーちゃんは好奇心旺盛な個体だったと思うんですけど、そんな感じで動物によってもこのショウガラゴっていう種で見るんじゃなくて、まあ、クーちゃんっていう個体としてなんか見ることで、その子に寄り添ったものになんかよりできるっていうことが今回分かったので、社会人でもその人その人に合わせてとか、その動物その種じゃなくてその個体に合わせてっていう感じで行動していけたらなと思います。はい、ありがとうございます。いや、あ、どうぞどうぞ。私もその同じ場所でその動物の飼育をするときに、やっぱりいっぱい動物がいてもそれぞれの子にちゃんと時間を割いて注意深く観察してその子に寄り添った飼育ができればいいなというふうに考えになります。はい、ありがとうございます。いや、今とっても大切なことを言ってですね、動物福祉の基本はね、個別になってくるので、その子その子っていうことですね。だからショウガラゴというその種っていうのは、まあ、もちろん野生の状況とかですね、どういう暮らしをしてるかっていうのはもちろんベースにありつつも、まあ、さっきもね、フィーダーを新しいの入れたらびっくりするかもっていう話をしてたんですけど、きっとびっくりするショウガラゴもいるはずなんですよね。だから天王寺でうまくいったからといって、どこどこ動物園のショウガラゴで同じことしてうまくいくとは決して限らないっていうところは、この動物福祉とか環境エンリッチメントとかをやっていくところでの大きな肝にはなっていくかなと思うので、そこのなんだろうな、考え方というか、そこはもうずっと頭の中心に据えとかないといけないかなと思いますね。はい、とってもいい学びをしていただいたかなと思います。じゃあ最後、耳長ヤギ班お願いします。皆さんに素晴らしいことを言っていただいたんですけど、自分たちはその個体に合わせてやるっていうのと、自分たちがやりたいエンリッチメントをやるっていうのではなく、動物、この動物に今何が必要なのかっていうのをまず考えて、それを行っていきたいなと思い、そしてその動物たちがどうやったら幸せになってくれるのかっていうのを一番に考えて、今回恒例の耳長ヤギをやれたことによって、その子の体調とかも気にしていろいろやっていけたら、エンリッチメントもやっていく必要があるなというのを考えました。はい、ありがとうございます。お二人はいいですか。はい、はい、大丈夫。いい、はい、はい、分かりました。はい、で、まあ、ちょっと一言アドバイスぐらいとしてはですね、まあ、もちろんね、自分のやりたいことというよりは動物のためにっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけど、どっちかっていうとですね、動物にとっていいことと自分のやりたいことを重ねるっていう感じです。ここに持っていけるとよりプラスアルファでどん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 いいことができてきます。まあ、つまりはですね、例えば動物のために何かして、で動物にとっていい結果が出たなって思うことをモチベーションに、もう一段階、もうワンステップ、じゃあ次のエンリッチメントとかをしていきましょうみたいな、なんかそういうこう
うまくこう歯車が噛み合わせるような、そういう、こうモチベーションの持っていき方とかっていうふうなことをすれば、より動物にとって良くなるかなと思います。なので、まあ動物にとっていいことが自分にとってもいいことであり、自分にとってのやりたいことにしていくみたいなことがうまくできればよりいいし、それが例えばこれから社会人になっていくときに、こうチームのメンバー全員がそっちに向いていくとかっていうふうなことができると、よりさらに動物にとってもいいかなというふうに思います。はい、では皆さんありがとうございました。最後にじゃあちょっと私から軽くまとめをさせていただきますね。画面の共有していきます。はい、皆さん今日はお時間いただいてありがとうございました。ですね、最後にですね、ちょっとだけまとめなんですけど、まあ、皆さんニュースね、最近ちょっと国際情勢のニュースが結構多く出てたりはするんですけど、まあそれ以外にもですね、まあ、虐待があったりとかですね、ちょっと混沌とした社会になってるなっていう感じしませんか？私はね、ちょっとこういうところになんか胸が刺さ、心刺さってるんですけど、なんかですね、動物園としてね、こういうところにアプローチできないかなっていうのはずっと思っていたんです。っていうのもですね、まあ、これとあと動物福祉っていうのをなんか絡められへんのかなっていうのをちょっと考えたりします。で、例えばこの暴力、人が暴力を振るうっていうところをちょっと社会的に考えてみるとですね、まあ、もちろん動物的に人っていうのはもう暴力をする動物なんだっていうような議論ももちろんあるんですけど、ちょっと社会的なところで捉えていくとですね、例えば他者理解が欠けているとかですね、まあ、自己肯定感、自分を納得させるみたいなところの低下とかですね、この辺の行き来にちょっと暴力っていうのも絡んでくるんちゃうかなというふうに最近思い出してます。これあくまでも私の考え方です。はい、でこの辺のですね、バックボーンにはですね、かなりたくさんの社会の問題とか、問題だけじゃなくてポジティブなところもあります。例えば上の方とかですね、家族の形態が多様化してるとか、こういったものも結構あったりしてですね、まあ、ポジティブネガティブ含めていろんな社会背景があって結構複雑に絡んでるんですね。で、だからこの暴力っていうのをもうちょっとね、なんかなくしてより良い社会にできひんかなっていうところで、ちょっと動物福祉ってこの辺にテコを入れられるんちゃうかなっていうふうに最近思っています。他者理解ですね、動物福祉っていうのは動物の暮らしを良くするために人が何かをするっていうことなんです。人が環境を変えてあげて動物の暮らしを良くしてあげるっていうことなので、誰かのためにやるっていう行動なんですね。だからこの誰かのためにやる行動っていうのが皆さんにも広まっていくと、なんか優しい社会になるんちゃうかなって思っていたりします。で、動物園も動物福祉進めていて、動物福祉の取り組みをこう教育活動としてね、教育普及されている動物園とか水族館結構ね最近増えてるとは思うんですけど、まあ、天王寺動物園も動物福祉の取り組みっていうのをこういろんなところでね、まあ、お話をさせていただいてるんですけど、ここの本来的な目的っていうのは、なんかより良い社会、動物福祉広めたらできんちゃうかなっていうふうにちょっと私自身は思ってるっていうところで、まあ、動物福祉のこれからですね、いろんなイベントとかですね、お話イベントみたいなのをやらせていただこうかなと思って、実はこの3月から4月にかけてバババッといろんな、またこのオンラインとかですね、まあ、リアルでできたらリアルでやりたいんですけど、そういったイベントも今考えているというところです。はい、まあ、動物福祉とこう教育みたいなところのお話をちょっとだけさせていただきました。はい、ということでちょうど1時になりましたので、このあたりで今回のイベントは終了にさせていただこうかと思います。はい、大阪育子動物海洋専門学校の皆さん、長い間の研究活動どうもありがとうございました。では一旦私はビデオを停止しますので、なんか最後言いたいことがあったら言って終わりにしましょう。言いたいことはないか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは終了します。
天王寺動物園遊びに来てください。はい、ありがとうございました。